サンイシドロは、アルゼンチン、ダイブエノスアイレス都市圏の北部に位置する、ブエノスアイレス州のパルティードである。サンイシドロの首都は、ブエノスアイレスの町から21キロのサンイシドロ市。サンイシドロ市の創設者は、ドミンゴデ・アカスソである。ダイブエノスアイレス都市圏にあり、面積は51.44平方キロメートル。2010年の人口は29万1608人。サンイシドロは、 ティグレ、ビセンテロペス、サンマルティン、サンフェルナンドのパルティードと国境を接している。サンイシドロの旗サンイシドロ大聖堂サンイシドロにあるドミンゴデアカスソの記念碑大聖堂、サンイシドロ大聖堂は聖イシドロのオフに捧げられた大聖堂で1898年7月14日に完成。ネオゴシック様式で建てられ、高さは68.65メートル。 サンイシドロの歴史的地区のプラザマイターの向かい側に一致している。競馬場、歴史的に有名なジョッキークラブの本拠地。国際的レベルのサーキット、サンイシドロ競馬場がある。ラグビー、サンイシドロクラブとクラブアトレティコサンイシドロの二つの主要、ラグビークラブの本拠地。フットボール、プリメーラビーメトロポリターナで活動している、サッカークラブ。 C.A. アカソの本拠地。バスケットボール3イシドロバスケットボールクラブの中でユニオン・レシナル・デビラ・アデリーナクラブは現在ブエノス・アイレス首都圏のバスケットボール連盟トップ20トーナメントに参加。ソーシャルクラブ、ベッカールと B.A. な、でにも参加している。ホッケー、ホッケーで際立っているクラブの中にはサンイシドロクラブ、プエレ,レドンクラブ、アローズクラブ3 石泥アスレチッククラブがある。これらのクラブは、ブエノスアイレスのオベアマチュアホッケー協会の一部である。ありがとうございます。